皆さんこんにちは。ドイちゃんテッククリニックへようこそ。はい、ということでね、今回はバージョン13ですかね。ナンバー13、13回目のドイズテッククリニックということで、今回も様々な質問いただいております。すべてにね、お答えはできないんですが、今回もね、いくつかピックアップして皆さんに紹介していきたいと思います。それでは見ていきましょう。さて、まず一つ目の質問はこちらです。フィッティングが必要か否か。もし必要ならおすすめの店舗が知りたいですってことですね。できれば安めで。まずフィッティングが必要か否かは必要だと思います。まず最初に、やったことない方は、おそらくなんとなく自分のフィーリングでポジションを決めてる方がほとんどだと思います。フィッティングをすることでですね、しっかりとベースの体に合ったですね、しっかり合わせたポジションが取れるということで、そのベースがあるかないかで、全然その先の乗っていくうちにですね、まあ、ポジションも変化していくわけですよ。筋肉がついてとか、ね、乗り方が変わっていって、よりこう、ペダリングが滑らかにできるようになった時に、あれちょっと違和感があるなっていう時があるんで、その際にやっぱベースがあるのとないのとでは、故障するリスクが全然変わってくると思います。ベースがないまま、なんとなく合わせて行き過ぎるとですね、結構故障するケースが多いですね。膝とか腰とか肩周りがすごく辛くなるとかっていうことがあるので、まずはフィッティングやってくださいというのが僕の意見です。おすすめの店舗ですね、どちらにお住まいなのかちょっと分からなかったんですが、僕がまあおすすめするとしたらですね、やっぱり ID マッチっていうねシステムを導入している奈良県のファルコンサイクルさん、桜井市っていうところにあるんですけど、ここはねエキスパートの方がしっかりとその ID マッチというすごいマシンを使ってですね、的確なアドバイスとともに、まあ、しっかりとフィッティングを行ってくれると。なのでもしね、気になる場合はその ID マッチを使ったフィッティングサービス、もしくはもう費用をなるべく抑えてやりたいっていうのであれば、先日ですね、僕個人的にちょっと試したんですけど、AI を使ったバイクフィッティング、これ自分で動画を撮ってですね、15秒の動画を撮って、である、程度ポジションを出してくれるっていう製品なんですけど、これはマイベロフィットっていうものにあります。なので自分で検索してみてですね、やってみてもいいのかなと。ただやっぱりパーツのチョイスとか、ステムとかそういう、まあ、フルでねオーガナイズはできないので、結局自転車屋さんに行ってっていう話になってくると思うので、総合的な費用を考えると、まあ、そういったねお店にお任せするっていうのが一番いいのかなと僕は思います。ぜひねフィッティングやってみてください。続いての質問、ロードバイク歴1年4ヶ月です。ギア比を変えたいなと思ってます。フロント50-40、54-40、リア11-34のギア比はどんな乗り味ですかね、ということですね。僕は結構まあ最近ゆっくり走ることが多いんですけど、全然なんでしょう、問題なく使えますね。上りも快適に上れる、まあ走れる軽電数を確保できますし、そんな全然速くないです。本当にこれは自転車乗りあるある詐欺じゃなくて本当に大丈夫です。ただ50-40のギア比フロントに関しては必要か否かというと多分いらないと思いますね。そこまでのスピード領域までおそらく達しないですし、使うことがほとんどないですね。普通に走ってると、なぜならですね、普通に踏み込んだら下りであればね、もうすぐというか、そのギア比を踏み切れれば70キロオーバーのスピードが出ますし、80キロとかね出てしまうので、そこまでのねスピード領域で走ることってないと思うので、おそらくというか52-36とかでフロントは十分なのかなと僕は感じてます。はい、続いての質問は、シーラントを入れた状態で、ホイールのバランスを取るべきなのかどうなのかっていう話ですね。これはね、まずホイールとバルブをつけた状態でバランスを取ってから、そこでベースを作って、でシーラントを入れてタイヤを装着してシーラントを入れて、やってみると。でシーラントの量によってね、シーラントもタイヤにこう吸収、タイヤが吸収するものもあれば、そうでないものもあったりとか、そのシーラントの量でね、ゴールに徐々に近づけていくっていう、ちょっとシーラント多すぎたらバランス取りにくいなって言ったらシーラントちょっと少なめにしてとか、そういった形でこうゴールに近づけていくっていうのが
一番ベストなのかなというふうに思います。ちなみにシーラントは何に使ってますか？コメント欄に書き込んでいただければ追加でね、次回のロイズテックリニックでお伝えさせていただきます。はい、続いて、バイク2台所有でレース及び短距離の練習用とロングライドざっくり使い分けてます。レース用は、距離を速く短距離を速く走るために低いポジション、ロングライド用は高いポジションにしてます。統一した方がいいんですかってポジションをね、これは別にいいんじゃないですか。どっちでも結局ライドするシチュエーションによってやっぱりポジションって違いますし、例えばトラックレースとかグラベルバイクとかシクロクロスとか全部やっぱりポジションは変わってくるので、この辺はやっぱりその走行する用途に合わせてポジションを変えるっていうのは全然悪くないと思いますので、全然そのままでいいのかなというのが僕の意見でございます。何かの参考になれば幸いです。続いて、上半身を固定するイメージで走ると確かに平坦向かい風でもワットが下がりにくくなりました。これはエアロポジションの練習にもなりそうですね。しかし上半身を固定するために、上腕三頭筋が疲れて最後まで持ちませんでした。何か良いトレーニングありませんか？プランク、プランクというトレーニングをぜひやってみてください。最初はね、30秒ぐらいから始めて、まあ、2分とか3分とか持つようになったらある程度そのしっかりとコア、体幹の筋肉をですね、筋力を使うことができてるし、パワーアップしてると思うので、それをやるだけでですね、そのエアロポジションとかお腹の周りをね固定して走ることによって、疲れが出ていた部分をですね、ある程度は解消できると思います。なのでぜひプランク、やってみてください。続いての質問、ディスクブレーキオイルの交換をやってもらったんですが、しばらくしてパッドを交換するとローターが収まらないと、ピストンが出た状態で、これはちょっと一回こういった工具を使っていてもダメだっていう場合は何かちょっとね不具合がある可能性があるので、ショップでもう一度パッドを外した状態でしっかりとブリーディングを行ってもらうのがおすすめかなと思います。もしブリーディングして間もないって場合はショップさんにそのままその状況を言ってもらえれば、おそらく再度ね施工してくれると思いますので、ぜひ大事なポイントですし、もう一度ねショップさんに相談することをね、おすすめさせていただきたいなというふうに思います。はい、続いて、ロードホイールのハイトで 45mm か 65mm で迷ってます。はい、マビックのコスミック SLR45 いいですね、いいホイールだと思います。これね走る状況によって合わせていただければいいと思うんですけど、普段ね走ってるコースが山とかねアップダウンが多いって場合は45絶対的にお勧めします。ですが平坦で結構スピードが出るところでね走ってるなんて方は65の方が巡航する時のね、楽な感じをですね体感できると思うので、そういった場合は65でいいのかなと。あと見た目重視の方はねもう65の方がかっこいいと思うので、そういった形で選んでいただければいいんじゃないかなというのが僕の意見です。さてドイズテッククリニックバージョン13ということで、皆さんにお伝えさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。なんとなくね全部は答えられてないんですが、答えられてない部分はバージョン14でナンバー14でですね14回目皆さんにね、お伝えさせていただきますが、今回ね答えた質問内容の中で、もう少し追加の情報くださいって僕は言ったことがあると思うんですけど、ぜひ書き込んでもらってですね、合わせて次のねドイズテクニックでお伝えさせていただきますので、ぜひね遠慮なく書き込んでいただければと思います。ということでね、今回の動画もね参考になったと思っていただけたらね、ぜひとも、高評価、よろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。